皆さんは歩きスマホしてませんよね。非常に危険なこの行為、今回は解説の方とお送りしていきたいと思います。こんにちは、歩きスマホを見守る会会長もずくでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。歩きスマホをいかに危険な行為かというところですが、はい、非常に危険ですね。魅力的なものですからね、はい、人はやってしまうんですけども、さあご覧のように、サンプルケースとともにねお送りしていきたいんですけれども、はい、いわゆる歩きスマホはこういうことですね。道から落ちてしまうと、はい、道端でねこういうふうにやってしまうと、思わぬところに落ちてしまう、はい、果ては命を落としてしまうと、そういう非常に危険な行為なんですよ。そうですよ。ですから皆さんもねこうなりたくなかったら歩きスマホはやめていただきたいという啓蒙動画なんですが、はい、歩きスマホを見守る会、僕は歩きスマホしてる方を見守ってるということですね。何かアクションするわけでもなく隣に歩いてみたり、前を走ってみたりなど、はい、これはバナナの皮があると、もしこれも自分もできませんでした。いやもうそういうことになっちゃうんです、歩きスマホしちゃうと。これで携帯を拾ってなんとかギリギリセーフ、携帯の方が大事なんですね。さすがにちょっと嫌だと、はい、嫌だと、何が起きたか分かってないんです。ただ あの辺なんか嫌だってことで走るんですね。そういうことなんですね、はい。さあこれはミニトランポリンですか。飛んじゃいます飛んじゃいますかやろう。こうやって不意に遊んじゃうんですよ、人は歩きスマホしてると。非常に危険ですね、夕方5時を超えても家に帰らないとか、そういうね子供が増えてしまいますから。もうこれこうなっちゃうともうダメですね。ダメですか。ハマっちゃってますからね。でも本人は気づいてないんですよ。気づいてないんです。なんか楽しいな、スマホを見てるんですよ、はい、で走ってやっぱり走ってなんかあの辺楽しかったなっていうことで走っちゃうんですね。なるほどね、はい、あ、これ歩きスマホどうしたら。これ出会いですね。これはやっぱスマホが、スマホとスマホがこうぶつかったことによって充電されたんでしょうね、体が。なるほど。だからスマホを落としたままに いかないということで、いけない。左の方はシェーをしてますね。あー、これもだから歩きスマホの弊害ですよね、弊害ですよ。一番危険な例です。いやなるほど、はい。これは避けるためにはどうしたらいいんでしょう。いやちょっとね、友達に LINE で相談をしてみましょう。はいはい。とりあえず今なんか前から人が来てる気配するんだけどって言ってる、送ってる間に人は前に進んでって落ちてきますから、はい、なるほどですね。はい。じゃあぶつかりそうになったら皆さん LINE を、はい、携帯を閉じるではなく LINE を送ろうと。ただ歩いてはいけません。歩いてはいけません。止まっていくことが必要ですね。そうです。ちょっとでも止まればね、歩きスマホではないですから、止まりスマホです。ビタミンには9位と。はい、はい。さあこれトランポリンが4つです。これもやっぱ楽しくなっちゃうんですね。こうやってなぜか楽しくなりすぎると、こう人は落ちてしまうんですね、はい、そしてビタミンにはやはり歩きスマホというのは本当に難しいですね、はい、加減がむずいんですよね、はい、あ、そう、お上手な歩きスマホですよ。さあ今度はバス停ですか。バス停ですね、バス停で止まってる方も、こうやってねぶつかる可能性があるんで、でやっぱバス停から落ちてしまうと、バス停はそううまくいきませんよね、はい、なかなか厳しいです。強引にね行こうとしてもダメなんですよ。そうですよね。はい。ここでやはりこうスマホから目を離すという選択肢はないんですか。ないんですよね。あ、そしてこれはスマホ画面上の今起きてることですね。とおっしゃいますと、この子やってるアプリなんですけれども、はいはいはい、このフィッシングアプリと見せかけてですね、ええ、魚を鑑賞するだけの不思議なアプリなんですね。赤プラネタリウムのような、はい、こう釣った状態ぶってるだけの、レベルのことを LVL って書くの珍しいですね。ですよね。見たことないですね。そうですよね。レベルではない何かなのかもしれないですね。なんですか、ライブビューイングリアクション。あ、そうか、リアクションだったら R です。あれ違いますね。さあバス停に戻ってきました。はい、こうやってね。あ、これは何ですか。LINE 交換です。あー、フルフルですね。フルフルを今近づくとやっぱり友達ね、できますから。でもどうですか、これくらいやりすぎですね、どうしてもちょっとね、はい、うまくいかないなっていう感じですけど、それか感電してるのかもしれないですね、スマホが。スマホのバッテリーが腐り始めてるかもしれないですね。でこのように、はい、今体がすごい伸びましたね、はいはい、ということで、なかなかこのバス停をクリアできる、はい、ちょっとね、術が見つからない。でもこう、まだ復帰の可能性があるんでね。ありますね、はい、すぐ、スマホしてください、歩きスマホ。ああ、いいですね。これはいい歩きスマホですね。なかなかパワーありますよ。これどうだ、ゴールまで行ってるんですが。いやでも、スマホがないとやっぱ歩きスマホではないんでね。はい、あくまでやっぱ歩きスマホに関してはお話をしたいので、うん、落とした状態は良くないと。ただ皆さんには歩きスマホはやめていただきたい。はい、もちろん。さあ、続いてですが、
これはまあ一番わかりやすい動画ですね。これは本当に現実でも起こりますよ。はい、本当にね、工事してたらこうなりますし、あのカラーコーンがね片方にしかないという不親切な工事現場だったら大いにありえますからね。カラーコーン落としていくんですか。はい、腹いせです。はい、もう避けちゃえば簡単です。もう一生歩きスマホできますから、うん、一瞬だけこう目を離せばいい。そうなんですよ。まあでもその一瞬がね、うん、一生をね、はい、後悔することになるかもしれないですからね。何言ってるんですか僕はこれはなどういう状況ですか。これ他人の歩きスマホを見て自分を試みろと帰り見ろということなんですけども、はい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 、こうやって人は落ちていくんです、電柱につまずいて。お前もか、うん、学びがないとこうなるんですね。あ、そうですよね。今のはだからダメな例。はい、ダメな例、うん、だからやってね、落ちていく人の様を見て、はい、人の振り見て我が振り直せと。なるほど、それを体現してくれてるんですね。はいはいはい。さあ3人目も今落ちていくところ、はい、いや非常に芸術性の高い落ち方ですね。そうですね。あとはもう脱出するだけです。もう簡単ですね、こうなってくると。あ、え、これは怖いですね。これこれあの幻覚が見えるんですよ、歩きスマホしすぎると。はい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 。よからぬ白クマに追われてるダメですね。ダメですね。まああの歩きスマホしすぎると白クマに追われるぞと。猫の忍者に追われるかのような。そうですね。ああなるほどね。あたかも俺はまともなんだけどもと。はいはいはい。これ QR コードは何なんでしょう。これはあの友達になってほしいんでしょうね。あ、白クマが。はい。それかあとお金を払えと LINE Pay で請求が来てるんでしょうね。なるほどね。どうしても。あー、一体白クマなんだったら、あ、絡まれますね、やはり。そうですね、こうし、ま、歩きスマホ同士は惹かれ合うと、はい、いうところも、ま、避けていかなければいけない。あと歩きスマホしてるとですね、あの不用意にこうぶつかってくる人がいるんですね。はいはいはい、はい、お前歩きスマホしてんじゃねえぞ。はいはい、肩ぶつけおじさんみたいな。はい、だからそういうことも気をつけていかなきゃいけないと。はい、そしてやってきたのは南国ですが、はい、これは一体この南国の蚊が、はい、感染してる菌を持ってる状態の、そういったことも啓発していかなきゃなと。感染防止。はい。なるほど。感染防止のためには一体どういうことですか。やっぱパズルを解くことでしょうね。なるほど。はい。パズルを解くとご覧のように、なぜか扉からの感染症の方が。はい。でこれパズルやると銃が出てくるんですね。便利な世の中ですよ。そうですね。変なゲーム。さあ南国に戻ってきました。はい、まあ、南国に何持っていくか、無人島に何持っていくかと聞かれれば、はい、やはりスマホと。なるほど。そういうことになるわけですね。そう、糸を引っぺがしながらですね。はい、これも歩きスマホしてないと立ち止まっちゃいますから。そうです、できないです。ここに関して南国に関しては OK ですね。 OK です。人がいないですからね、うん、迷惑かける対象がいないということですから。さあそしてこの状況ですが、はい、やっぱりこうね、歩きスマホしてるといつ車にひかれるかわからないということが起きるんですね。神奈川県警ですね。はい、一番荒いですからね、運転は。こうやってね、歩きスマホしつつも、はい、右か右も左もこう確認して道を渡ってほしいと。うんうん、あ、あれは待つ。はい、タイミング悪いとこうやって神奈川県警集まってきてしまうんでね。あと歩きスマホはあの神奈川県だと特例で逮捕されるんで、はい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 、こうやって警察がいっぱい集まってきてしまうんですね。これも警察が道を防い、いや強いですね、やはり神奈川県警は強いですね。やっぱり陸空海とこう攻めてきますからね。はいはい、あ、そしてこうバックスものすごい反動がつきましたこれは早く行かなければいけないと。そういうことですね。いや、しかしこうなっちゃうんですよね。やはり歩きスマホしててもね、いろんなことを感じてほしいです。どうだこれは。おお、いけましたね。そうですね。さ、今度は人がたくさんいるという状況ですが、はい、やはりあの通勤時など、はい、そういった状況において歩きスマホすると危ないぞと。これぶつかりに行ってませんか。いや、あのあくまで歩きスマホしてて家庭でこうぶつかっちゃうんですね。絶対ぶつかりに行ってると思うんですけどね。うん、こうやってたまに避けれるんです。避けれるんですね。あ、でもこうやってぶつかっちゃうんですね。歩きスマホ危険ですね。さあ、あれこれは何か出てますが、これはあの 5G です。 5G をこの子は手に入れたんですね。あー強いですね、やはり 5G 強いですね。はい、これが次世代高速通信規格、はい、5G です。圧倒的ダウンロード早いですからね。いや、そしてこれは何ですか。これはあのよくあるみかんが転がってくるっていう現象にこうなんとか、なんとか体勢は保ちました。ちょっとアレルギーになるかもしれない。そうですね。ちょっと痺れちゃったと。見ただけでも痺れちゃうぐらいのアレルギーを持っている主人公。しかしここは冷静に歩きスマホでのゴールです。さあ、そしてこちら。まず一人突き落として。はい、自分も落ちて。うん。何だったんですかね。
これ何なんですかね。ちょっとこういう場面も僕も見るのが初めてなもので。そうですか。歩きスマホを見守る会の会長をもってしても、はい、珍しいシチュエーションですね、これは。おー、ギリギリ粘るか。あー、でもダメなんですね。ダメですね。いいですね、左足の吸引力がいいですね。そうですね、うん、魅力です。おっと、ここも腰でいきましたね。サッカーで言えばノーファルです。まあ、でもいいで、いいプレーだと思います。そうですね、寄せてって。あとはスマホがちょっと拾えないですね。なかなか厳しいですね。スマホ一度落としますとね、本当に何が起きるかわからないんでね。はい。もうそれ気をつけて。何だったんでしょうね。さあ、次の面ですが。はい。おっと、これはウンチングスタイルですね。歩きウンチングスタイル。はい、あ、ちょっと見えてますね。これは？またから何かが見えてて。あ、まあちょっとお腹が痛くて、はいはい、用を足したい。見えてますね。ちょっと出てますね。見えてますね、これね。出てま、これあれかもしれないです。ちょっとエッチなとこ見てるのかもしれないです。あー、なるほど。それで隠すためのウンチングスタイル。はい。ただ、ね、歩いてはいけません。はい。行動でね、やってはいけませんからね。はい。このようにぶつかってしまいますからね。これ今ようやく理解しました。下り坂なんですね、これね。あ、だから腰落としてるんですね。なるほどです。あ、そしてまた幻覚が見えましてね。もう何の躊躇もなく突っ込んできますね。これは何なんですか。これ本当何なんですか。なんでこれが挟まるんですか。落ちていきます。無情でしたね、白熊にはね。こうもう南極で頑張っていただこうと。なるほど。北極ですかね。あー、というところでですね、はい、まあいかに歩きスマホが危険かというところを皆様にね、はい、ご覧になっていただいたわけですけど、はい、何かありますでしょうか。いや、歩きスマホをするくらいならね、本当にこうイヤホンで何かを聞くだけとか、そういうことだったり。まあでも楽しいですからね、スマホゲームは。やっちゃう気持ちも分かります。何が言いたいか分からないです、その代わり。クソですね。以上、また次回お会いいたしましょう。さようなら。ダメ、絶対。